聖夜、紫龍、春の3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルモのシャカが守護する第六の宮処女宮へ乗り込んだ。だがシャカの強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えん。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行ったな。ファイト。オウム。私に当たらないと心得の旨、命が惜しくばこれだけか。おとなしくひざまず、大地に頭をすりつけ私を拝め。残念だが俺は真実を信じないと。コスモが意識しているのが手に取るように分かる。そのこともできる。まさこれだけか。蛇に睨まれた隠れとはこのことか。反逆者の国にもはやクロスなど不要だ。私が敗任してやろう。俺は蘇ってみせる。これだけか。死ぬ覚悟はできているのだ。どうやら私は君を見くびっていたようだ。この相手が神だろう。道を阻むのは羽ばたけよ。フェニックス最大の奥義。こうやってきた。我らジェット、コスモは燃え盛っている。ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。シャカよ、お前はそれほどの力を持っていながらなぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けるわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした答えられんのか。シャカ、私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇は正義だ。バカな。多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感全て断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天部降臨。シャカの目が開いた。
足が、すべての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。シャカ、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、置いていろ。シャカは俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモが恐ろしく増大していく。神に近い男といえど、地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行ったな。ファイト天武法に。一気の六本は全てだ。ゴールドセイントしか体得していないヘブンプリンスに目覚め始めたというのか。社会、聞こえているだろう。目では見えなくとも、このセブンセンスではお前の姿を捉えることができるぞ。そろそろ分かってきただろう。いくら君が歯を食いしばって見たところで、君たちが再び光の差す場所へ戻ることなど決してない。お前がカリクット、ミナ、俺は神仏は信じないたちで、フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天武法輪を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。